荒井旅山の一荒井旅山は、千島列島の荒井卓島にあり、同列島の中で最も高く、最北端にある火山である。修礼な形から、荒井旅、富士とも呼ばれる。別名、親子が山。この左右対称の清掃火山は、2339メートルの高さを持ち、山頂は、直径1.5キロメートルのカルデラを形成している。 オホーツク海の海底からは3000メートルを超える。いくらかの火砕流は火山の北西と南東に流れ、1933年から1934年までに島々を形成した。山頂での強い噴火は18世紀から始まった。千島列島で最大級の爆発的な噴火は1790年と1981年にあった。 歴史上の記録的な噴火は、1854年6月27日、1860年7月7日から9日まで、1894年、1933年11月から1934年8月まで、1982年3月29日、1986年5月、および1996年12月3日にあった。さらに、 1972年6月18日から9月11日までの大噴火で4500万立方メートルの溶岩と100立方メートルの火山灰を放出した。かつては北海道最高峰であった。ありがとうございます。